皆様こんばんは今下里くんは次のネタに向けてお着替え中です結構大掛かりな衣装チェンジですその間普段意地悪と言われている下里くんが心理テストを作ってきたそうなので下里くんがお着替え中の間心理テストで楽しんでくださいそれではどうぞ テスト1。腕時計はいくつ欲しいですかさあ、皆様、腕時計はいくつ欲しいか考えてください。考えましたかちなみに、一つの方、拍手、拍手、拍手。なるほど。じゃあ、二つ以上の方、拍手。 はいはいはい。なるほどね。では、回答はこちら。これは腕時計イコール恋人の存在を表しています。つまり。二つ以上で手を叩いた方は。かなりの浮気症かと見受けられません。<laughs> テスト。二。 あなたは個室のトイレに入ります。すると個室が全部で3つあります。あなたはどちらへ入る A. 手前 B. 真ん中 C. 奥これで何がわかるかというと、あなたが恥ずかしがり屋かどうかがわかります。まず A を選んだあなた。これは少し恥ずかしがり屋です。 まあ端っこですからね続いて B の真ん中を選んだあなたこれは恥ずかしがり屋ではございません間に挟まれても平気ってことですちなみに C を選んだ方は拍手をしないでくださいはいほぼ全員と捉えます人生一瞬で決まります C を選んだ方はこちら掃除用具入りですね <laughs> テスト。3。はい、最後のテストです。ケーキにろうそくが立っています。さあ、立っているろう。そくは何本？a1 本。b2 本。c3 本。これは各々心の中で当てはまるものを思い浮かべてください。はい。 これで何がわかるかと言いますと、あなたの精神年齢がわかります。つまり A、A 1歳、B 2歳、C 3歳。<laughs> 心理テストは以上となります。お、皆様お待たせしました。ここで下里君の。 大がかりな衣装チェンジが終わったようです。さあ、続いてのネタはこちら。